これから霧についてお話しします。まずこの霧の名前の由来ですが、この霧の木をですね、枝を切っても、すぐに、芽が出て、成長する、切ることがなまって霧になったと言われています。次に花ですが、花は、春になると紫色の花を咲かせます。また大きさですが、通常は8メートルぐらいものが多いんですが、中には10メートルぐらいに成長する木もあります。特徴はですね、やはり大きな葉っぱが一番特徴です。次に常緑樹と落葉樹を分けますと、落葉樹の仲間になります。また、成長の速さですが、早か遅いかに分けますと早い仲間になります。次に剪定の調査ですが、先ほどもありましたように、枝を切ってもですね、すぐにその切り口から芽を出すほどの剪定の強さを持っています。それを踏まえまして、剪定のポイントですが、成長が早いのもありまして、通常、1メートルから2メートルぐらい枝が伸びた場合はですね、年に1回その伸びた部分を切り戻して形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円カートになります。